デフォンス・リマソラは、アンドラ・アンドラ・ラベリア出身のサッカー選手。同国代表の最多得点記録を保持。ポジションは DF、FC ・アンドラ所属。アンドラ代表の同僚のトニ・リマは実刑。FC ・アンドラからデビューし、セグンダ・ディビシオン B とテルセーラ・ディビシオンで1、シーズンずつプレーした。1999から2000シーズンは、 セグンダ B の RCD エスパニョール B で2000から01シーズンはテルセーラのウエサン・アンドレウでプレーし2001から02シーズンはギリシャのイオニコス FC とメキシコの CF パチューカで半年間ずつプレーした2002年末にスペインに戻りセグンダディビシオンの UD ラスパルマスで半年間プレーやはりセグンダの ポリデポルティーボエヒドとセグンダビーのラージョ・バジェカーノでもプレーした。2005年夏にイタリアセリエ B の US ・トリエスティーナに移籍し、しばしばフォワードとして起用された。2006年夏にセンターバックのレギュラー2人が移籍したことで残りのシーズンをレギュラーとして過ごした。30歳となった2009年にはスイススーパーリーグの AC、ベリンツオナに移籍し、 二シーズンで四十五試合に出場。2011から十二シーズンは再びトリエスティーナでプレーし、2012年夏には母国の FC、アンドラに復帰した。18歳だった1997年6月22日、エストニア戦でアンドラ代表デビューし、この試合で初得点も挙げた。2000年9月2日、2002FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選のキープロス戦で公式戦初得点となる得点を挙げた。この試合は1996年から国際大会に参加しているアンドラ代表が1試合で複数得点を挙げた唯一の試合である。2001年4月25日ダブリンで行われた同予選のアイルランド共和国戦では先制点を挙げた。この得点はアンドラ代表が フィファワールドカップ予選のアウェーゲームで挙げた初の得点となった。2004年以降は警告を受けることが多く、2006フィファワールドカップヨーロッパ予選では2度の退場処分を受け、UEFA ユーロ2012予選でも1度の退場処分を受けた。兄のアントニーリマもディフェンダーとしてプレーするサッカー選手であり、主にスペインの株リーグでプレーした。 イオニコスでは兄弟揃ってプレーした。ありがとうございます。